ハヤブサ科は、鳥類ハヤブサ目のトガである。ハヤブサ類、カラカラ類が含まれる。南極大陸を除く、全世界最大種は、白ハヤブサで全長オス 52cm、メス 59cm、翼海長110から 130cm。草原、サバンナ、ツンドラ、海岸、森林などに生息し、多くの種は開けた環境を好む。は、 動物食で昆虫、蝶類などを食べる。カラカラは動物の死骸も食べる。繁殖形態は卵生。カラカラを除いて巣を作らず、断崖などに直接卵を産んだり、他の蝶類の古巣などを利用する。ハヤブサはタンカは単型のハヤブサメに分類され、ハヤブサメはおそらくスズメメ、オウムメと姉妹群である。伝統的に中高生猛禽類のハヤブサカ。 ルイ、コンドルカは同じ高めフラコナホームズに分類されてきた。しかし、形態、分子双方から疑問が提され、ハヤブサメフォークオネホームズと高めアクシパトラホームズに分離された。ハヤブサメは高めと異なり、鍵詰めが小さく比較的大きさが揃っており、この比率は、生態が大きく異なる、スズメメとほぼ同じである。伝統的に、ハヤブサカの内からカラルイオ族は、 形態上の共通点から単系統のカラカラ赤、パリボーニーに分類されてきた。ハヤブサ属ファルココビトハヤブサ属ポリハイラックス、マメハヤブサ属マイケロハイラックスは、ハヤブサ赤ホークナイニーに分類された。しかし、残りの森ハヤブサ属マイケラスターワライハヤブサ、ハーパトオットハースシラボシハヤブサスパトシアプテリックスの分類には諸説あった。現在の系統からは、 ハヤブサカは笑いハヤブサ赤とハヤブサ赤に分かれ、ハヤブサ赤はカラカラ族コラッカーニーとハヤブサ族フォークニーニーに分かれる。シラボシュハヤブサは若干の不確かさがあるが、ハヤブサ族に含まれる。森リハヤブサ族笑いハヤブサは古くはタカ科の方に禁煙だとする説もあった。その後、ハヤブサ赤かカラカラ赤に含めたり。 単方の森ハヤブサアカマイケラストアリニーや、笑いヤブサアカに、もしくは二族を一カに分離する説などが現れた。白ュハヤブサは、小人ハヤブサ族に近縁と考えられてきたが、カラカラ類に近縁とし、カラカラアカに含める説もあった。原生の族と、種は、国際鳥類学会議による、11族65種が原生する。絶滅した族と、種は、不完全。 カラカラ族、コラッカーニーハヤブサ族フォークニーニー開発による生息地の破壊、乱獲、農薬による獲物の減少や中毒などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。